イエンシン社から出版された短命なパルプマガジン及びそこでフィーチャーされたメインキャラクターの名前である。同詞は同じ出版社から刊行されていたミステリアスウーファン氏という類似氏に代わって刊行され1936年2月に収刊した。ウーファンとイエンシンのどちらのキャラクターもフーマン中型のイエローペリルビランであった。 ドクター・イエンシンが登場するのは、1936年5月、6月号、1936年7月、8月号、1936年9月、10月号の3つの号である。各々の号は、ドナルド・イ、e、ー・キーホーという記事の著者として、有名になるによるものを含むリードストーリーから始まる、体裁であった。3つの小説のタイトルは、以下の通り、 1> 第1作は、ローバーワインバーグの、パルプクラシックス9号で、また第二、第2、第3作は、それぞれ、ハイアドベンチャー32号、39号で、再販された。ありがとうございます。